平塚一家は、埼玉県埼玉市に本拠を置くバクト系暴力団で、指定暴力団、住吉会の二次団体。関東協会列伝には、平塚の祖である、内川勘次郎、初代である、松本伊佐を待つ、その他、内川の子分たちの名前が載っているが、同著によると、高麗軍平塚村出身である、内川勘次郎は、平塚の親分と呼ばれた。 顔役名官によると、内川は、行井一家の井上吉五郎、筑くさ一家の金子正吉と、兄弟分とあり、藤田五郎の関西役座者によると、内川は、射程分である赤坂の一力大五郎に、旧赤坂区一円を与えた。一力は、金子正吉、近藤正吉、四条定万期といった、大親分の射程分でもあった。藤田は、 大親分である内川の辞跡は伝説の中にあり、現在では分からない点も多くあるとしている。山和新聞の藤見十三宗教格投票では、最高得票となり、古問の福知源一郎から表彰されている。安藤登のヤクザと交渉は、明治の話として、親分の女と仲良くなり、新宿から追放された平松県三郎を新宿へ戻し、 小金井一家新宿貸元としたのは内川だとしている。関東協会列伝によると松本伊佐松は内川の古文、金次郎の古文、大宮を縄張りとした。四代目の頃、旧住吉連合に加入した。ありがとうございます。